剣技見せてやる。魔物なんかに負けてたまるか。身元に仕えることを許したまえ、響きホーリーソング。魔人剣様だ。魔人剣はこう。そういえば前にクレス先生がすごく強い魔物、この森の主を探してるって言ってたな。急いでるし今は会いたくないけど。この一撃で決める。負ける。このか。魔人剣まだまだガンドコ行くぞ。俺がみんなを守ってあげる。せや。全部翼がここに集いてエンジェルフェザー断ち切る。が一戦魔人剣飛び上がれ。王天照客はっこう。これが最後だ。この一撃で決める。負ける。モノカー。まだまだガンドコ行くぞ。よし、森を抜ける。修道院はもうすぐそこだ。修道院にいる孤児のみんなは身寄りのないかわいそうな子たちばかり。あの子たちのこと悪く言う人もいるけど、だからこそ俺がみんなを信じてあげなきゃ。ナッシュは確かにいたずらもするけど、強盗なんてひどいことはしない。ナッシュはトガビトなんかとは違うんだ。待ってて、すぐに俺が誤解を解いてあげるから。話せ、話してくれミゼラ。なんて身のこなしだ。一瞬で後ろに回り込んだ。もう帰った方がいいよ。無理して通ろうとするなら、それでも無理だということを示さなきゃいけなくなる。私がね。やめてくれミゼラ。俺たちはナッシュを探してるだけなんだ。ナッシュはここにはいない。さっきも言ったじゃない。だから俺たちがそれを確かめてやるって言ってんだ。やましいことがないなら修道院の中を。いたたたたた。この中には小さな子供がたくさんいる。今のあなたたちみたいに怖い顔してる大人が大勢で押し入ったら、みんな怯えてしまうわ。だから通せないの。帰ってさようなら。そうは言ってもね、
これは強盗事件なんだ。村のばあさんが怪我をさせられたんだよ。ちゃんとナッシュには事情を聞かないと。あの子はやってない。確かにいたずらはするけど、人を傷つけるような子じゃないわ。こんなもんわからないじゃ。いてててて、いい加減話してくれよ。ミゼラ、カナタ、平気だった？ミゼラ、俺が来てあげたからもう大丈夫だよ。うん、カナタが来てくれたからもう大丈夫。私一人じゃ何もできなかった。俺十分やられてたんだけど。皆さんもうやめてください。ナッシュは犯人じゃない。いや、しかしな、あの子に盗み癖があるのは事実だろ。うちの野菜もあのガキに取られたんだ。これも3回も。確かにあまり裕福ではない皆さんから物を盗んだのはとても悪いことだと思います。みんなお金がないなりに一生懸命生活してるのに、盗みにあったらそりゃ大変ですよね。そのことはごめんなさい。俺が代わりに謝ります。おう、悪気はないんだろうが、バカにされてる気がする。でも今回は違います。ナッシュは強盗なんてしません。俺が保証します。大変だ、怪我をしたばあさんが。どうした？たった今息を引き取った。そんな。くそ、ナッシュはどこだ？ナッシュ！くそ！待て、このガキ！ゴードン？隣町の荒くれ者がどうしてここに？俺見たんだ！雑貨屋に盗みに入ったゴードンが、ばあさんを後ろから殴るとこ！でもそれをゴードンに見つかって、誰にも言わないようにって捕まっちゃったんだよ！そういうことだったのか。おい、てめえら！痛い目会いたくなかったらチクるんじゃねえぞ。分かったか。許せない。おばあさんを襲うなんて。はあ、許せなかったら何だって言うんだよ。罪を犯した奴には容赦なんてしない。俺が倒してやる。行くぞ。くそ、逃げた。森の方に行ったな。大丈夫、俺が追いかけますから。待って、カナタ、私も行く。え、でも相手はすごく悪いやつだし。危なかったらカナタが守ってくれるでしょ。うん、そうだね、俺が守ってあげるよ。ありがとう、カナタ。じゃあ気をつけていこう。これでまた少し強くなれたかな。
ゴードンはこの森に入っていったみたいだね。そうみたいね。ひどすぎるよ。強盗に入っておばあちゃんを殺しちゃうなんてさ。そんな悪い奴を野放しにしてたら、みんなも安心して暮らせない。俺が何とかしてあげなくちゃ。どうしたの、ミゼラ。カナタは、いつもまっすぐで正しいね。私には分かってたよ。カナタは絶対にみんなのために、ゴードンを追いかけるって。うん。ありがとう。とにかく、今は急いでゴードンを見つけよう。ここは魔物もいるし、気をつけながら進まなきゃ。ちゃんと俺についてきてね、ミゼラ。うん。いつだって私は、カナタの後ろについていくよ。いざ、尋常に勝負。ミゼラ、俺の後ろに。うん、そうするね。妹に仕えることを許したも、日々ホーリーソング、ハー断ち切る銃が一変、一気に切り抜ける、振り上がれ王天将剣、そこせいせい、この一撃で決める、負けるものか。まだまだ、ガンドと行くぞ。修道院でさ、俺が着くまで村の大人たちを一人で相手してたみたいだけど、大丈夫だった？とても怖かったよ。だから、カナタが来てくれて本当によかった。そっか。あれ？でも着いた時、ミゼラが村の人を押さえつけてたように見えたけど。気のせいだよ。私一人じゃ何もできない。カナタが助けてくれるから、私は元気でいられるんだよ。そうだよね。大丈夫。ミゼラのことはこれからもずっと俺が守ってあげるから。うん。ありがとう。いた、ゴードン。こんなとこまで追ってきたのかよ。もう逃げられないぞ。お前を捕まえて騎士団に引き渡す。待って、カナタ、何か聞こえる。これは魔物の声。なんだよこいつ。こんなやつ初めて見る。まさかこいつがクレス先生の言ってた。カナタ、来るよ。一気に切り抜ける、マジンケン、これでもか。なんだ今の攻撃。やっぱりクレス先生の言ってた森の主ってこいつのことなの。
無事か。え、あなたは。立てるなら立ちなさい。無理ならおとなしく寝ていて。一緒に戦ってくれる？やれます。そうか、なら油断するな。行くぞ。ハイアーバンスカイ連続。こじ開けろ。スプリームエレメント。何でもいける。容赦しない。言えない。危機刻んで果てろ。リーザルペイン。逃げた。無理に追う必要はない。ここまでだな。どなたか知りませんが、助けてくれてありがとうございました。でも、どうして。君たちは悪い人間には見えない。強いて言うなら理由はそれだけだ。勝手に面倒ごとに飛び込まれて、こっちはいい迷惑だけど。不満なら無理に私に付き合わなくとも構わないぞ。冗談でしょ。私はあんたから決して目を離さない。あんたが使命を果たし終えるまで絶対に。理由をつけて逃げられるとは思わないことね。そうだったな。あの。ああ、すまない。こちらの話だ。自己紹介がまだだったな。私はミラ。彼女はベルベットだ。カナタです。彼女はミゼラ。この辺りの人じゃないですよね。二人はどうしてこんなところに。探しているやつがいてな。しかし見失ってしまったようだ。迷っちゃったんですか。よく見ると服もみすぼらしいし、困ってるんですね。かわいそうに。よし、俺が何とかしてあげますよ。何あんた。何ですか。よせ、ベルベット。それよりカナタ。何ミゼラ。ゴードンが。あ、いない。逃げられたのか。魔物と戦ってる隙に。どうしよう。おーい、ミゼラ。あとカナタ。ナッシュ。話も聞かずにさっさと飛び出すなよカナタ。いい格好しようとしちゃってさ。ナッシュ、何かよ。追いかける必要なんてないんだよ。ゴードンがばあさんを殴ったところ、俺のビジョンオーブにしっかり映してあるんだ。罪の投影か。このビジョンを世界中の奴らに転映すれば。見ろよ、ビジョンセントラルに新しい投影が。こいつ隣町のゴードンじゃないか。ばあさんになんてひどいことを。許せないな。なんだ俺のビジョンオーブが。頭に響くこの声は。なんてひどいことを。おばあさん相手にむごすぎる。こんな悪人は裁かれるべきだ。いなくなっちゃえばいいのに。消えろよ悪人。消えちゃえ。消えろ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 。ゴードンの声だ。
行ってみよう。私たちも行くぞ。ほんと勝手なやつね。ゴードン腕に紋章が。あれが罪の刻印か。初めて見た。罪を犯しみんなが執行を願った。それならうん、ゴードンはトガ人になったんだ。まさか俺がトガ人。トガ人だってことは来るんじゃないの。あれが来てくれた。正義の使者、執行者だ。初めて見た。あれが執行者なのか。すごい、正義の執行者だ。うわ、かっこいいな。強そうだな。罪を犯したトガ人を裁きに来たんだよね。ゴードンはもう終わりだね。やめてくれ、やめてくれよ。わざとじゃねえんだって。殺すつもりなんてなかった。だから、だから許してくれよ。消えた。執行者がゴードンに触れた瞬間にスッと消えちまった。どこ行ったんだ。すごい、一瞬でトガ人を消しちゃった。これが執行なんだね。よかったね、ミゼラ。これで悪い奴はいなくなったよ。そうだね、うん、おーい、ゴードンの奴は執行されたみたいだね。誤解してすまなかったな、ナッシュ。はん。それよりカナタ君、今ちょうど連絡があってね。コーディさんが近くまで戻ってきているらしい。父さんが？やった。多分森を抜けた先にいるだろう。じゃあ俺迎えに行ってきます。ミゼラとナシも行こう。うん、わかった。生きて帰れると思わないことに。僕の手があれば誰にも負け。ストップ。その続きを言ったら誰にも負けない。盛り上がれ、大天井客。僕が守る。元に使えることを許したの。ヒビフォーレストング。手間をかけさせない。あと少しだよ。みんな頑張ろうね。決着をつけよう。妹に使えることを言え。ヘビケンソーデン。あ、間違い。あれ？それ。と。
らはどうして戦わないの？カナタが守ってくれるから。でもさ、ミゼラってカナタより全然強いじゃん。ぶっちゃけ守ってもらう必要なくない？え？そうなの？ミゼラ。そんなことないよ。私はいつだってカナタに助けてもらってる。そうだよね。安心してミゼラ、君のことはちゃんと俺が守るから。うん、ありがとうナッシュ。はい。余計なこと言ってごめんなさい。どうしたベルベット？まさか。ええ、どうやらいたみたい。呼ばれてるわ、この腕が。どうかしたんですか？探し物が見つかったようだ。ここでお別れだな、カナタ、ミゼラ。え、そうですか。カナタを助けてくれてありがとうございました。俺の家この先にあるんです。もしまた困ったことがあったらいつでも寄ってください。何でも力になってあげますよ。あんた、その言い方なんとかならないの？え、何がですか？よせベルベット、ありがとうカナタ。好意だけ受け取っておこう。さっさと行くわよ。あ、さらばだ。縁があったらまた会おう。ええ、またさようなら。かなり近いわ。この腕が薄いてる。同類が近くにいるってね。あまり無理はするなベルベット。その腕に頼りすぎるのも危険だ。あんたがそれを言うの？確かに最初のうちは腕に体中の力を吸い尽くされるような感覚もあったけど、今はそれもコントロールできる。こいつはなすべきことをなすための私に必要な力よ。あんたのおかげで手に入れたね。そうか、私に向けた君の感情は至極当然のものだ。だから私も逃げるつもりはない。しかし今この時は仲間として背中を預けてほしい。使命を果たすために。分かってるわよ。言ったでしょ、あんたが使命を果たすのを手伝うって。その中で見極めさせてもらうわ、あんた。ああ、そうしてくれ。そして私が使命を果たし終えたその時は。その時は。罪を犯した人間の様子を転映すると、あちこちの村や町にあるビジョンセントラルに映し出されて、それを見た世界中のみんなが執行を願う。そうして多くの人が執行を願えば、そいつはトガ人となって執行者に裁かれる。やっぱりビジョンオーブって素晴らしいものだね。オードンは執行者と一緒に消えちゃったね。ええ、どこへ行ってしまったのかしら。そんなのどうだっていいじゃないか。ゴードンは罪を犯したトガ人なんだから。そうだけど、完全に消えちゃうっていうのはやっぱり少し怖い気がするの。何を怖がることあるのさ、ミゼラ。裁かれるのは悪い人間だけだよ。ミゼラには関係ない。そうね。だけどもし罪を犯すような悪い人間はいなくなって当然さ。そうだね、カナタの言う通りだね。この世界には悪い人間を裁くビジョンオーブがある。そして父さんみたいな立派な大人もいる。だから不安に思うことなんて何もないんだ。
おお、カナタか。迎えに来てくれたんだな。ミゼラとナッシュも一緒か。元気にしていたかい？はい。ナッシュはよくいたずらをするからな。村のみんなに迷惑をかけなかったか心配だよ。かけてません。事件があったんだけど、ナッシュは何も悪くないんだ。ミゼラと一緒によく小さい子たちの面倒を見ていたよ。そうか、立派にやっていたんだな。それはよかったよ。村の皆さんもわざわざ出迎えてくれてありがとう。農業や漁で毎日忙しいというのに。いえいえ、コーディさんのやっていることに比べたら俺たちなんて全然。なかなかできることじゃないですよ。身寄りのない子供を引き取って育て、その上わざわざ世界中を旅して里親まで探してあげるなんて。カナタ君、君のお父さんは本当に立派な人なんだよ。はい、俺の自慢の父さんです。そう言われると照れてしまうな。父さん、今回の旅は長かったね。誰かいい人は見つかったの？ああ、とてもいい人と出会えたんだ。ここにミゼラが来てくれたのはちょうどよかった。え、それって？ミゼラ、君を引き取りたいという人が見つかったよ。あ、そうですか。よかったじゃないか、ミゼラ。おめでとう。うん、ありがとう。早速明日の朝迎えに来てくれることになったよ。裕福でとても優しくいい人だよ。きっとミゼラを大切にしてくれるはずだ。そっか、ミゼラが。カナタ、お願いがあるの。どうしたの、ミゼラ。一緒にあの場所に行かない？私がここにいられるうちにもう一度だけでも。あの場所ってどこだかわからないが、行ってあげなさい、カナタ。最後になるかもしれないんだから。そうだね、ありがとう父さん。じゃあ行こうか、ミゼラ。うん。ミゼラを引き取ってくれる人、いい人だといいな。明日からもうミゼラはいないんだ。こうやって一緒に歩くことも。もうどうかしたの、カナタ？なんでもない、なんでもないよ。そう、いつの間にか修道院の中でミゼラが一番お姉さんになってたんだね。うん、どんどんみんないなくなってしまったから。みんなが恵まれた家に引き取ってもらえるのは嬉しいことだけど、やっぱりちょっと寂しいよね。あ、でももちろんミゼラのことは俺は喜んでるからね。よかったって思ってるから。うん、ありがとう、カナタ。この辺りも魔物がいるし、気をつけていこうね。俺がみんなを守ってあげる。守る。身元に仕えることを許したまえ。ホーリーソング有効。まだまだ。この一撃で決める。負けるものか。これが最後だ。わあ、
ことを言う。ヘビ剣サーデン、間違え、あれ、まあこんなもんか。あっけなかったぜ。ミゼラも少し不安だったりするの？どうかな。きっと大丈夫だよ。あの父さんが選んでくれた人だもの。ミゼラは知ってる？父さんがあんなに村の人から尊敬されてる理由。農業や漁なんかやっても安定した生活なんてできないでしょ？だから村には貧しい人もいっぱいいる。そういうかわいそうな人たちに父さんはお金や食べ物を分けてあげてるんだよ。すごいよね。だからそんな父さんが選んだ人ならきっと大丈夫。ううん、絶対大丈夫だからさ。そうだね、大丈夫だね。いい香り。着いたよ、ミゼラ。君の大好きな白縫いの花の丘だ。連れてきてくれてありがとう、カナタ。本当は大人がいない時は入っちゃいけない場所なんだけど、でもミゼラは本当にここが大好きなんだね。うん、白縫いの花はとても綺麗で強いから。強い？白縫いの花の茎は太くて丈夫だから、踏まれても簡単にはダメになったりしない。それとね、この花にはもう一つ特性があるの。もしかして発火性のこと？確か白縫いの花は火をつけるとすごい勢いで燃えるんだよね。それが危ないからここは子供だけで来ちゃいけないって言われてるし。うん、でもそれだけじゃない。白縫いの花は自分から火を生み出すこともできると言われてるの。自分から火を？花が咲いている場所に悪意ある何かが迫った時、一番先頭の花が危険を察知して発火性花粉をまき散らす。そうしてまき散らした花粉が花びらに引火して火花になり、その火花が襲いかかる。大切な仲間を守るための炎となって。仲間を守る炎。私は白縫いの花みたいになりたい。どういう意味？ああそうだ、ちょっと待っててね、ミゼラ。ほら、髪飾り、白縫いの花で作ったんだ。素敵。つけてあげるよ。うん、どうかな。綺麗だ。うん、白縫いの花はとても綺麗だよね。いや、そうじゃなくて、いやいや、そうなんだけど、うん、あのさ、ミゼラ、俺今まですごく楽しかったよ。ミゼラと一緒にいられて。遠くに行っちゃうけど、またきっと会えるよね。てか会いに行くから絶対。うん、楽しみにしてる。あのね、カナタ、一つだけお願いがあるの。今まで私をずっと守ってくれたように、修道院の子たちをこれからも守ってあげてね。そんなの当たり前じゃないか。俺はそのために剣も習って強くなったんだ。みんなの笑顔は俺がちゃんと守ってあげるよ。ありがとう、カナタ。ミゼラ、俺にはね、大きな夢があるんだ。俺はいつか世界中の人を幸せにしてあげたい。トガ人を消して正しい世の中を守るビジョンオーブみたいに、俺もこの世界のみんなのために何かしてあげたい。みんなが幸せになれれば俺も幸せだから。だからさ、ミゼラ、ミゼラも幸せになってね。ありがとう。
私絶対に幸せになるね。どうしたの？ミゼラのそんな顔初めて見た。そう？うん。そっか。じゃあカナタ、今日の私の姿をどうかずっと覚えていて。当たり前だよ、絶対忘れない、その笑顔。カナタ、なんでもないよ。そろそろ日が暮れるし修道院に戻ろうか。うん、そうだね。カナタ、今日は本当にありがとう。